はい、続きまして本日最後に出演していただくのはミックさんです。すごい声援、ありがとうございます。ミックさんはですね、ウィングベイ小樽でマンスリーライブを約7年ほどやってたということで、もしかしたらこの中に顔を見たことがある人もいるかもしれませんね。そして僕が生まれる前から TOKIO さんの大ファンだということです。約22年間ファンを続けてたということで、すごいそちらの方も楽しみというんですかね、なんていうんですかステージを楽しみにしていただけたらなと思います。それでは早速お願いしたいと思います。ミックさんです。1曲目、星屑ラブレター。その唇触れさせ
改めまして、こんばんは、ミックと申します。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。先ほどご紹介いただいた通り、先月までウィングベオタルでマンスリーライブを約7年もの間こうやらせていただいてまして、なんかポスターとかをこう見かけたことあるようなないようなみたいな人もいるかと思いますけれども、なんかこんなに早く小樽に来て歌えると思ってなかったので、すごい嬉しいです。ありがとうございます。なんか野球の結果とか気になってますか、皆さん。そんなことないのか。スニワカファンのリンクというノートと私ちょっとね気になってますけど、どうなってるんだ、その今手に持っているスマホで調べてさ教えてくれたらいいじゃない。え、2対2ですか。え、4対2ですか。どっちですか。西川を勝ち越して。おー、そうだ、あー、だそうですよ。勝つかな、今日。あ、では月一の女子の苦しみの曲をやります。ピリオド。
本当はちょっとオリジナルだけでやろうかなと思ったんですけど、さっきね、久しぶりにっていうか久しぶりって言っても1ヶ月ぶりですけど、あのリング名に来ていただいたお客様にですね、ちょっと聞いてみたらカバーも聞きたいなっつって、間違えちゃったこれちょっと方向間違えちゃった、あのカバー、そう、要はカバーをしようかと思ってるんですよ、私これから。はい、ちょっと間違えちゃった。はい、というわけで、あれライブハウスってあんまりやったことなくて、ライブを事前にこう曲名とかに書いて、照明とかどんな感じみたいなとか書いて出すみたいなんですね。まあ、それをちょっと無視してカバーをやります。君との間
ありがとうございます。これ犬目線の曲みたいなんですよね。知ってました？皆さん知らなかったね。なんか犬飼ってて、私も15歳で今日一昨年2年前か亡くなっちゃったんですけど、これが犬目線の曲だとして聞いたらもうね、号泣ですよね。なんでこんな曲作れるんだろうね。あ、次はですね、あの先ほどご紹介いただいた通り、TOKIO が大好きで、もう22年、さっきのあの子ね、20歳らしいんですよね。で、生まれる前からね、もう影も形もない頃から永瀬くんみたいな感じだったわけですね。はい、その私の TOKIO 愛をあの形にしましたので歌います。手拍子をね、またいただけたらなと思います。いきますよ。ワンツーワンツーツー。
ありがとうございます。愛の一言を聞いてくれて、次の曲で最後になりますが、ありがとうございます。いや本当になんか嬉しいんですよ、小樽ね、大好きで、小樽大好きでとか言って、どうして言ってるだけでしょとか思うかもしれないけど、本当に大好きで、なんかまだ歌始める前なんですけど、私専門学校に行ってたんですね。でそれがホテル学科だったんです。全く音楽関係ないんですけど、 そのつながりで小樽のオーセントホテルってわかりますか？のオーセントホテル あのバーの当時マネージャーだった人が先生でこう来てたんですけど、なんかそのつながりで私がこう時々結婚式とかでこうピアノ弾く仕事を専門学校出てからやってたんですけど、それでこうね誘っていただいて、オーセントホテルの一番上のバーでピアノを弾いてた時期が実はあったりとか、なんか小樽ね結構好きで昔から来たりしてたんですけど、それが7年続いてこうねマンスリーがぱったりなくなってしまったわけで、寂しいなと思ってたら今月も来れちゃったっていうね。だから嬉しいんですよ、本当にありがとうございます。じゃあありがとうございます。またぜひ小樽に出没して歌うときはツイッターとかブログとかやってるので、ぜひチェックしてこう、あ、小樽来たみたいななったらまた見に来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。で、なんか最近ちょっとペースがゆるゆるになってきたんですけど、来月がですね、今決まってるライブ1本だけなんですけど、11月18日の金曜日ですね、丸山の九段というところで4組出るんですけど、2組が本州から来て、2組は札幌 のピアノ弾き語りですね、多分みんな多分でやりますので、ぜひそちらもブログとかツイッターとか後々アップしますからぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。野球気になってますか皆さん？そうでもないね、今日買ったらいいですね、にわかファンだけどさあでは最後ですね、最近のライブではちょこちょこ言ってるんですけど、私割と曲作るとき、てかそもそも曲を作り始めたのが自分のこうモヤモヤを外に吐き出すために作ってたわけで、一番言いたいところが歌詞の部分なわけで、歌詞を聴いてくださいみたいなことを、まあ、押し付けがましく言ってるんですけど次の曲もですね、かなりこうちょっと落ちた時にそこから這い上がるために作った曲なので、ぜひ目を閉じて歌詞をこうね入ってくるように目を閉じて、さあ皆さん目を閉じて聴いてください。じゃあ最後スローライフスローミュージックという曲をやります。
わけじゃない、住む世界が違うだけの話だ。僕が泣いたら誰かが笑って、僕が笑うと誰かを傷つけた。それでもいつか誰もが同じ場所へたどり着くのなら、寄りかかって甘えてありがとうと曲くらいしか残ってないんですけどそれ最後にやって大丈夫ですかね。
もう大丈夫ですからもうね、曲にして吐き出してスッキリみたいな感じですよね。しかもずっとこんなこと思ってるわけじゃないっていうか、いや、大体思ってますけど、なんかねそう、人間嫌いみたいになっちゃったから。だけど、ね、まだ生きていかなきゃいけないし、まあ、そろそろなんかちょっと前向きになんなきゃな。もう、ありがとうございます、ありがとうございます。もう33だからね、半年後には34だからねもうそろそろ前向きにならないとねって思ってますけどね、うん、大丈夫ですか？大丈夫だ、ありがとうございます。大丈夫なのかな、ね、あ、音がね、下げられましたね。あれ、下げられたの？あ、ありがとうございますでは、ちょっとやさぐれソングを最後にこれはカクテルの名前がついてます。ちなみにこのカクテルはちょっと強すぎて私は飲めませんでした。はい、じゃあいきます。アラスカという曲を聴いてください。Thank you.
どうもありがとうございました。びっくりした。ありがとうございます。